ということでタイトルコールがあるわけよ、このプレミアム放送。これがタイトルコール、これがタイトルコール。一回練習しようか、一回練習しようか。はい、タイトルコール、せーの、ユキスレコブリースペシャル。さあ、そうするとオープン曲がガンと来る。あー、それ行こう。よし、じゃあ行こう。はい、さあ行こう、さあ行きましょう。じゃあタイトルコールの方お願いします。はい、ユーフィーズ。全然合ってない。もっと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 もあ、アメリカ選手だったの。はい。みんなじゃあ、ケビンは？ケビンは？僕はスイミングしました。スイミングしただけ。食いしん坊ないっすね。あー、じゃあちょっと一致しやがったな。じゃあ4人テコンドーをやるわけだから、はい、じゃあテコンドーの試合とかね、できんじゃん、4人で。もうあんまり腰が…ダメです。そんなことないでしょ。腰が痛いです。全然若いですよ、大丈夫でしょ。そうなんだ、スポーツがみんなが得意っていう、はい。だから遊び行く時とかもじゃあ意見が合うんだね、はい、みんなで。はい、5人で遊ぶっていうのはなんかいいですね、メンバーで。そういうので、はい、楽しいですね、はい、みんなで料理してさ、であの規則がこう考えるわけでしょ、ダンスをで、みんなで作詞とか作曲の勉強してると一人邪魔してくるわけでしょスヨンがいいね、はい、5人で楽しそうだね。楽しいです、楽しいね。そういうのはなんとボーナストラック、フィルインラブでいいのかな、ホーリーナ、ホーリーナ、ごめん英語は、ね、読めないです。ホーリンラブ、ユーキスファンクラブ、これは2003バージョンが入ってると。はい、これはどんな曲なんですか、ホーリンラブ。この曲は今はいないけど、うんうん、エイジェンさんが作った、うん、はい、はい、うん、今留学する中なんですけど、うんうん、エイジェンさんが、うん、作った曲ですね、うん、エイジェンさんが初めて日本でタイトル曲になって、うん、A 面になった曲です。うわ、なるほど。はい、そしてこの曲で、うん、オリコンチャットで3位になりました。うん、なったわけだ、はい。それが所定限定版 B にはボーナストラックとして入ってると。ライブバージョン、ね、ライブバージョンですね。ライブバージョンが入ってるわけだ。はい、じゃあだから最近ね、あのユーキスを好きになった人もそういうのも分かると、昔のもと、はい、いうことになってるわけだ。そういう歌の歌詞はどんな感じになってる、それは。それは彼女に未練がなくて、はい、ずっと男はそのままで待ってる、はい、待ってる、はい、彼が彼女に恋に落ちます。彼が彼女に恋に落ちて、はい、一途な、はい、忘れられない、忘れられない、いつも未練が残ってる。なるほどね、はい、なるほど、そうなんだ。でも冗談じゃねえ、本当です、本当です、本当じゃなくて、ね、少しプライベートなね、お話もお聞きしたいんですかと書いたんですけど、まあ、プライベートなこともちょっといろいろ聞いたんだけど、好きです。なんかじゃあ例えばね、仲のいいなんかあの歌手の方とかいます、ミュージシャンとか芸能人とか。はい、僕は日本のアーティストですけど、あ、チリプレイさんの新次郎さんが仲、うん、西さんと仲良しです。あ、そう、みんな、みんな、はい、みんな、チリプレイさんたちとユキスは全員仲良いです。どういうことして遊んだりするの、うん、遊ぶというか、まあ、仕事なのかな。そうですね、仕事で会ったことを。ケビンは会社ですけど、うん、一緒にお仕事する時に、あ、一緒に挨拶して、うん、その時からずっと連絡して、はい、まあ、みんな食べたり、はい、ご飯をね、はい、まあ、なかなか忙しいからね、まあ、スケジュールがあるから会えねえかもしれないけれども、はい、そういうわけなんだ。それで新次郎さんの家も行ったこともある。あ、じゃあ結構遊んでんじゃん。なんだよ、なんだよ、じゃあ全然遊んでんじゃん。1回だけ。あ、でもすごいじゃん、家、はい、家行ったことあるの。はい、お願いしまして、3つのブレイクアップということで、趣旨説明を今しますね。3つのブレイクアップはですね、今回の新曲のタイトル、ブレイクアップという言葉にはいろいろな意味が、その言葉の意味に合わせた3つの企画をご用意しています。ブレイクアップにはどんな意味が含まれているか知ってますか、皆さん。はい、知ってます、はい、はい、何ですか。はい、はい、よくわか、見せてください、読みたらね。ブレイクアップの意味、意味、別れ、そう、別れ、さっき言ったでしょ、別れ、崩壊、そして未練が残ってる。未練が残るって意味あるのかな。ないね、あるのか、まあ、まあ、丸く言うとそういうことになるのかな。で、まあ、いろんな、まあ、いろ、まあ、こう、そういうね、いろんな意味あるんですけれども、まずはじめに、あの、どんな意味が作られた企画なのかということでね、いきましょうか。題しまして、ブレイクアップその1、ばらけろ。題して、好きな日本食。はい、食べ物、食べ物。うん、あ、食べ物、日本のね。
日本の、日本の、はい、ばらけないといけないんだ、はい、全員ばらけることができたらこれは OK、 はい、はいはい、みんな知ってるんでしょ、知ってるんでしょ、みんな、みんな、ダメよ、ばらけるんだよ、合わせるんじゃないよ、知ってる、いくよ、みんな大丈夫ね、大丈夫ね、ばらけるよ、違うこと言うんだからね、ルール分かってる、俺は見て、分かった分かった、 OK、 せーの、ラゲオン、なんだこれ、ちょっと待って、なんつった寿司、日本食だって、日本食だ、日本寿司、あ、寿司、お寿司、お寿司、タンパク質、タンパク質、まあまあいい限り、牛丼、牛丼、ラーメン、ラーメン、唐揚げ、あ、じゃあ OK、 5人ともばらけた、すごい、これもこればらけたから、ばらけたら、ばらけたら OK だ、おお、よーし、OK、ばらけたら、あモテる男の条件といえば条件条件、だからこういう男がモテるんじゃないかなっていう一言で言うと、せーの、おめでとう、これあったかあねえか全然わかんない、一人一人整理してみましょう、はい、今日なんつった、甘い声、甘い声、筋肉、筋肉、ケビ、努力、努力、お金、お金、車、いや、ちょっと待って、車車、オープンカー、あーオープンカーか、はい、そうか、ちょっとお金とかぶってるわけね、いないから、まあまあまあ、コートのためにやることといえば、いくよ、せーの、ブラッケット、ブラッケット、ダメだ、ブラッケットって言った今、なんですか、禁食、あ、次は何ですか、禁食、禁食、あ、あんま食べないね、食べない、食べない、ふんくん、高級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 、もう答えがトリッキーすぎてさ、まあいいや、じゃケビーは、僕は自転車、自転車、あれじゃね、イーライ君は、ジム、ジム、ジム、キソプはバスケット、いやー、まあ、やばい、そう、こんなちょっと下の人がいるから、下の人がいるかどうかわかんないけど、いいよいいよ、グループの魅力、魅力といえば何でしょうか、せーの、キャンプ、なんだ、かっこいいっす、かっこいい、キャップ。キャップ、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 ケビン、あ、英語、え、英語ができる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 、それ魅力なの、魅力です、歌ってだってダンスとかしてるの、はい、英語ができるが魅力だったらみんないるじゃん、あ、みんな英語できない、まあ、まあ、いや、まあ、じゃあ、イライ、イライクは、あの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 、なんか日本語とか英語とか中国語とかガができる、ガができる、あ、じゃあもうこれかぶったね、これはかぶるよね、これはかぶってるね、あ、そうですね、キソプは何つうの、お金持ちな、お金持ちな、それ違うよ、魅力、魅力違う、ダメだ、ケビン、ダメ、一人一人、ケビンは、ケビンは最後、ケビンからまず行こう、いつも変顔しないから、最後、皆さん期待してください、さあ行きましょう、あ、イライから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 行く、せーの、へぇー、いけないじゃん、あ、もっとバッおぉ、よかったよかった、大丈夫、はい、いいの、ケビン、同じ、同じこと、イライと同じ、イライと同じ、あ、にゃんじゅん、あ、オーケー、オーケー、頑張ったね、大丈夫、大丈夫、ケビン、どうして、でも可愛いケビンで、どうしてケビンは可愛い、僕はやばい、可愛い、やばい、可愛い、やばい、これは罰ゲームですから、なかなかのもんでした、変顔でしたか、変顔でしたよ、よかったよかった、ただ可愛いってなってましたねケビンね、ウェイクアップその2かき乱せということで、かき乱せというゲームですけれども、はい、かき乱せというですね、あの、かき乱すって意味があるんだって、ブレイクアップって自分以外のメンバーに聞いた自分の〇〇なところ、うん、〇〇、〇〇というか、まあ、自分の例えばあのこんなところとかあんなところとかですね、はい、代表者1人が目隠しヘッドホンをした中で、はい、残されたメンバーが答えを発表、うん、それでその後目隠しヘッドホンを外しメンバーが何と答えたのか当てると、あ、だみんなどう思われてるか喋ってるの聞こえないわけ一人は、うん、はい、で後で自分でこんなこと言ってんじゃないかなっていうんで当てると、ヒラリ君取っていいよ、取っていいよ、取って、じゃあいくよ質問、ヒラリ君、みんなねメンバーに聞きました、ヒラリ君の
一番かっこいい瞬間はという質問をしました。そしたらみんなはここがかっこいいんじゃないかって答えました。さあ、それは何でしょうか。우리가말한걸맞추는거였어。あー、뭘말했어。未来は、いつもかっこいいです。違います。違います。ブー、違います。もう一回。だから自分のどこがかっこいいと思われてるか、メンバーに。瞬間。瞬間。瞬間にしよう。瞬間。もう一回申した。あー、レコーディングでおラップするとき、お基礎かっこいいですね。目が本当だ、なんか違和感がない。盛り上げたぞ。大丈夫、聞こえないね。基礎聞こえないね。基礎大丈夫ね。基礎基礎あ聞こえない。オッケーオッケー、じゃあ行くよ。うるさい、うるさいよ。基礎基礎くんがみんなに尊敬されているところはどこ。아성케이존경할때너가존경받고있는4인가내가존경받고있는점너가존경받고있는점いつも天使チェそんなこと言うわけないでしょ4人がいつも天使って言うわけないでしょ自慢だっけ電話天使あ今電話アイフォンか電話しましょう大丈夫ですかごめんなさいいいよ出なくていいよあいつも綺麗あでもちょっと近いのは出てるね近い近いねいつも綺麗はあったよあのみんなあ本気にされてる言っちゃダメだあいいんだいいんだもちろん僕もいろいろ分かってますびっくりした今分かったよごめんごめんごめんはいごめんごめんごめん俺が間違ったいつも優しいああ違う仕事に対してよかん頑張れ頑張って頑張って頑張るうんまあまあいいのかギリ正解かな正解ギリ正解努力努力をするああ努力それでは次の企画いきましょうブレイクアップその3笑い転げろというブレイクさあブレイクアップには笑い転げるという意味も含まれてるすごいいろんな意味があるんだな、これから番組に届いた視聴者の皆様からのコメントを見ていただき、見ていきたいと思いますと、うん、そのコメントのやり取りを、笑い転げながら見ていきましょうと皆様がコメントを見て笑い転げようってじゃあみんなコメントくれということで大阪来てよケビン好きだふんくんキサプってみんな名前呼んでるだけですね名前だけねケビンすよケビンコメントコメント司会がいまいちいいじゃねえよバカ野郎おんなじのケビンみたいな言い方で言っちゃった司会がいまいちいいって言っちゃったよああふんくんパンツの色は何色ってピンクです違うパンあこの人ピンク履いてんのピンク履いてんのねあ赤赤赤今日はみ緑パンツとか違います違う緑だなそういうのあるんだね、ケビンお昼何食べた桃町弁当弁当弁当お三脚サルの弁当はいあ弁当食べたみんな一緒はい、はい、みんな一緒大阪行くんだよね大阪ってかすごい多いあ自分が大阪だあ自分が大阪だからはい大好き大好き16日楽しみだ16日行く人もいるわけですねはいそうですにに日本は寒いと感じるってあ日本は今寒いです寒い雪がたくさん降ってびっくりしました今日はね特に日本人も寒いからね今日はそうですね韓国雪降らないのあんまり韓国はそうですね雪たくさんあ降るんだ風邪ひかないでとかね風邪ひいてないはい韓国の方が寒いよねとか韓国のケビンのソロ楽しみとかおおはいあさって楽しみオリンピック見てるって見る日もないだろうねある見てるオリンピック見てる最近さっき見て忙しくて夜中だから生では見てないんですそうだねニュースで見てくださいはいということで最後まで皆さんご覧いただきありがとうございましたまたいつかお目にかかれる日までさよならバイバイ